はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスーでございます。白血病、糖尿病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、ね、ちょっと今日はマイクの調子が悪かったんで、イヤホンマイクを使ってちょっと今日はお話しします。そしてね、今日はまあいつもと違って、ちょっと賢そうな話をしますね。まあ、人間誰でもそうやと思うんですけどね、もっと効率よくしたいなーってね、こう思いますよね。こうしかもね、初めてのことをやったら特に思いますよね。まあ、しかし初めてのことで効率を良くしようと思ってもこれ不可能なんですよね。まあ、仕事や物事っていうのは初めての時こそ、まあ、時間をかけて内容をよくね、理解しないと、どうやったら効率よくなってどんな効果が出るのかなっていうのもね、分かりませんしね。まあ、それがね、僕の場合は家事やったんですよ。まあ、入院する前までの生活では一切家事なんて、まあ一切といえばそんなことはないんですけども、まあ、ほぼほぼほとんど家事はやってきませんでしたし、まあ、退院してリハビリとしてさあ始めようって思っても何からってなりました。ほんでまあそのね、始めたら始めたで、まあ時間がかかってですね、最初はね、まあ、掃除機やったら次なんや、洗い物やったら次なんやっていうね、あ、洗濯やん、あ、次トイレやんっていうような感じで、こう一個終わって一個、一個終わって一個やるっていう風な考えでやってたんですよ。そしたら、お昼過ぎてしまったんですよね。で、まあ回を重ねることに、まあ、効率よくなってくるわけですよ。時間かかってたっていうね、その回があったなって思いましたね。まあ今ではね、まあ、今後の仕事復帰した時のことを考えて、今後の出勤時間ですよね、まあ、その時間というか、まあ、その家を出る時間までに片付けれるようにはなりました。まあね、最初からこう初めてのことに関して何も分からずに、攻略法など技術的なね、ショートカットなどをこう手に入れてたとしたらね、まあ、その時に起きるとっさのハプニングとかにもね、対応できなかったりしますしね。まあ、僕の美容師の仕事でもそうですし、まあ、何の仕事でもそうだと思うんですよ。初めての仕事や作業っていうのは、まあ、じっくり最初はね、時間をかけて回を重ねることによって内容をよく理解して自分のものにする、自分の、ね、技術にするっていうね、まあ、その過程という準備がね、実践に役立っていくんやと思います。まあ、初めての仕事はね、時間をかけてしっかりやっていきましょうっていう話でした。まあね、2日連続ちょっと家事の話になってしまいましたけど、今日はそんな感じでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンのチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。